こんにちは。6時半に起きて、ダメだと思って、うわちょっと早く起きすぎたなと思って YouTube 見て、7時半までは記憶あるんですよ。気づいたら寝てまして、起きたら今でした。はい、そう、だから6時半から試合しててくれればよかったのに。寝てた。今は同点の9回が終わってタイブレイクです。夏祭りハルピョンコラボの海鮮ミルフィーユ3回買って食べました。嬉しい、ありがとう。そんなにいっぱい買ってくれたの。一応ねイヤホンもね挿しているんですけど、パントはうまい。スーさん、ハートありがとう。あんまり なかなかね、甲子園で高校野球、うっ、うん、マジか。周東さんみたいなの見てるわ私今。あ、え、なんで、あら、ラインあるんだ。わかんないよそんなラインなんて。取れたと思ったな。今
っちゃ笑顔やん。高校生ってどれくらいの速さでなんですか？普通140キロ出してるよこの人。すごっ。そんなもん。お互い笑顔なのちょっと怖いんだけど。あ、危なっ。みんな笑顔なの怖いんだけど。みんな笑顔なの怖いんだけど。でも笑顔でいよう絶対勝つよみたいな気持ちなんだろうな。うーマジか。朝からホークスはやばい。もうホークスはなんかもうちょっと今大変なんで、もう富山応援します。頑張れ。頑張れ。いやもう起きますよちゃんと。あれをやらなきゃ。頑張って福島掘り起こししなきゃいけないの。146球目ってやばくない？大変だよね。満塁。怖っ。やだ。
体操じゃないんだ。怖い怖い、めっちゃ怖い今。イーボル、ツーアウト？こういう試合を見たいんだよ。やばい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 。やばいやばい、頑張れ、あとはなあと。うわドキドキ。びっくりした、150キロかと思った。150球もやばいね、すごいね。1年生なの？うっ、よし、お願い、頼むよ、マジで頼むよ。富山すぐ負けるんだよ。すごい、これすごかったな。すごかったね。
眼鏡配信、もうなんかもうコンタクト入れるのもなんかもう無理だった。でもみんな年下ですよ、私。みんなもか。ほとんど年下か。やだやだ。すご、そんなすごいピッチャーなの？そんなすごいピッチャーなの？やばくない？1年生。1年生で甲子園で投げてるってすごいですよね。だってこの間まで中学3年生だったってことでしょ。2007年生まれ。ね、無理、怖いんだけど。怖いんだけど。めっちゃ怖くない？どうするの？どうするの？政府。
なんか打たれた時の私の声がさ、自分が打たれたみたい。うよくない。危な。なんかよくわかんないけど1点取った。とりあえず。すごい。おお、いいボール。止めるんだ。止めて正解なんだ。兄弟バッテリーってそういうこと？兄ちゃんがキャッチャーやってんの？やばいね、ママとパパ胸熱だね。じゃない。兄ちゃんがキャッチャーで弟ピッチャー。今このグラウンドに出てる佐賀の鳥栖工業の人たち、自分の家族やんみたいな。ドキドキだけどね、きっと。なあ。落ちて。取らないで。取っちゃった。まあ、1点取っただけでも大きいですよね、今。この1点が、1点あげてもいいの、1点が大きく出る、出てほしい。今日は9日か。
8月8日野球の日。なるほどね。この曲なんだっけ。甲子園よく流れますよね。甲子園よく流れます。テリ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 。何の曲だっけ。あ、モノマネ番組か。甲子園でよく流れる、違うか。そうだ、顔真似みたいなやつだ。取って、ナイス。あー、1点追加。どこ？今二塁にいるんですね。帰らせません。え？そうなんだ。怖い怖い、それはそれで怖いよ。この戸塚くんのこの闘争心みたいなのをメラメラ燃やしちゃいますみたいな、それが一番怖い。そう、そりゃ疲れるよ。160球も投げてたら。いい音。あ、ナイス。よく頑張ったね。よく頑張ったね。誰か知らないけど。すごい。うん、守備うまいの大好き私。この子さ、あれじゃない、今取った子、さっき交代したダイソーの。ですよね。足速い子。
ダイソーの子。すごくない？ちゃんと覚えてんの。試合面白いけど12時までに再販買わないとやばい。あとみんな1時間ちょっと、再販買わないと。再販買わないと。みんななんと綺麗。あ、いいバンドだと思いましたよ。私もキャプテン、いた。バットか。え、それでもファールになっちゃうの？やば。そりゃそっか、バットに当たってるから。めっちゃ狙いに行けばいいや、あのバットに。もう逃げるしかないんだね。ボール。グリップに当たってヒットっていう例もある。あ、え、じゃあさ、グリップに当たってさ、キャッチャーがその当たったボール、そのボールをさ、キャッチしてたらさ、アウトになってたってこと？やばいね。あと10秒だって。みんな今リモコン持ってるんだろうな。
めっちゃおもろい。みんな今リモコン置いたんだろうな。めっちゃおもろいよ。これはもう決着がつくまで一生タイブレイク？そりゃそうだよね。どっちかが勝ち上がんなきゃいけないんですもんね。そりゃそうだよね。15回まで？え、じゃあ15回終わっちゃったらどうすんの？お腹出ちゃった。再試合、引き分けになると再試合。あー、へえ、ここまで頑張ったのにもう疲れちゃうよね。頑張れ富翔。翌日だとしても疲れますよね。マジか。そんなことってある？それは春ぴはもう甲子園見ないです。見てもあと決勝ぐらい。うわー、つらいねー。なんか起きなかった、えみたいな。
いい笑顔だ。喜びたくてしょうがなかった今のこの顔。おめでとう。めっちゃ酔いそうなカメラワーク今の。もうなんか私が野球見たら負けんのかな。最近ちょっとねあれですよね。マークンさんハートありがとうございます。ホークスの試合も最近なんか私が全然見てない試合でめっちゃ勝ってたし、2試合とも。いやそうなんですよね、 WBC はなんかあんなに活躍したのに、私の勝利の女神パワー本当だよ。なぜかプロ野球と高校野球になったらちょっとダメみたい。私お疲れ様です。とりあえず今日は私はこの後はとりあえずあれを頑張ります。頑張って福島の振り入れ振り起こしを頑張りたいと思います。はい、ということで、配信はちょっとまた気向いたらやりますね。ただいま再販やってます。第二販売やってます。オンライン、10月のオンラインと1月のオンラインが残りわずかまでもう少しらしくて、皆さんのおかげで10月15日の第4部売り切れ、ありがとうございます。えい、いっぱい喋りましょう。ありがとう。ということで、ぜひこちらからポチッとしていただけたら喜びます。ペコリ握手会もやってます。握手会、握手しなくてもいいです、全然。握手会も始まったのでぜひ皆さんお待ちしております。
ということで、11時あと5分、どうしようかな。あと5分やってからランキング読むか、もうランキング読むか。あ、砂集めてる、いっぱい持って帰るんだよ。みんなシックスの袋に入れて、そのトンボ貸してくださいって言いたいね砂集めたいんでトンボを貸してください。確かにクリスマスに幕張行って、舞浜越えなきゃいけないの？幕張行ってそれはしんどいね。だってね、カップルの聖地みたいな、カップルの聖地ではないけどね、大変よそれは。確かに人いっぱいじゃない？電車の中とか。私でも12月あ大丈夫だよ。12月朝早くもないし、夜そんなめっちゃ遅いわけでもないから、多分みんながそのカップルたちはみんなもうディズニーで楽しんでる間に私のお話し会があるので安心してください。アトラクションに並ぶよりハルピョンのレーンに並ぶ方がいい？そうですよね、そう思います。高校野球、これ うわすごい、トレンド1位だよ鳥栖工業。いやそれな、富山のライト、ライトっていうか交換交代してからのライト、秋田くん背番号10番覚えました。富山なのに秋田っていうちょっと難しい。
もうあとは鳥栖工業を応援するしかないんですよ私たちは。なんかもう鳥栖工業が優勝してくれて、いやまあみたいな、優勝したチームだもんねみたいな。確かに弟がピッチャーだと兄どんだけ嫌なサイン出した、嫌なサインっていうかどんなサイン出してもう首振らないのかな。どうなんだろう。全部わかりましたって投げるのかな。そうだよね、首振ったら家で兄弟喧嘩かな。充電ないよって言われちゃった。お、11時超えてる。ということでランキング読みます。そう、ちょうど11時回ってからランキング読もうと。今ツイッターも更新したのでぜひ後で見といてください。あとはとりあえずお話し会、握手会、オンラインお話し会、皆様お待ちしておりますので、ペコリよろしくお願いします。トスは佐賀です。ミッサーといつもはさ仲良く、野球は仲良く見てるはずのミッサーと今日は対戦しました。試合見たい、ハイライト。あ、そんないい、そんないいボールを。あ、そこで1点取ったんだ。寝てた。振ってたの？それで160球投げてたのはしんどいって。ね。これよかったね。本当にいい守備だったわ。流れがね、うまくこっちまで来なかった。いい犠牲フライだったわ。あ、これさピッチャーさ取らずにこうやってずっと見てたらさボテボテファールになったかな。ならない？さすがにならないかな。でもまあ高校生にそんなことしてほしくないですよね。そうですよね、ごめんなさい。それはプロ野球ではしてもいいけど、高校生にそんななんかファルになれみたいな、そんなのプレー見たくない。確かに。確かにそうかも。
そうですよね。そうだよね。ごめん。ちょっと高校生に変な悪知恵を教えちゃった。大人の悪知恵を教えようとしちゃった。ごめん。ということでランキングいきます。え、日大三と社って何かなと思ってた。日大三社かと思ってたの私。別なんだ。日大三っていうところと社社って何、社ってどこ。八代どこ。ランキング読もうとりあえず。でも八代気になる。兵庫、へえ。日大三社って何と思ってたら、ありがとう教えてくれて。あ、本当だ、兵庫。いきます。1位クジナ大吾さん、2位ベベモンさん、3位マックミックさん、4位 YKK さん、5位ニャーコさん、6位バージョン R さん、7位マークーンさん、8位そのみさん、9位三丁目のハゲテルさん、10位エボルタさん、12位カーアットピョンズさん、13位マジカナバナナアット再販何枚追加すればいいですか、過去愚問。なんていうのが正解なんだろう。再販、そうですね。ちょっと難しい質問。ごめん。こういうのはすぐになんか、いやもう変えるだけ全部とか、なんかスラッと言ってははって終わるのが正解だったんだろうけど、ちょっと私のいいとこが出ちゃった。全部って言ったら全部買っちゃいそうと思っちゃった。ごめん。いいとこ出ちゃった。13位バードさん、ありがとうございます。ということで今日のラッキーナンバーは2456人の方が来てくださったので24位。なんかでも最近こればっかりだからやめよう。 56-24 は32位。としさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。またね、ぜひ皆さんはね、自分の地元の高校が勝っていくことを祈ってください。それでは、まあ、とりあえず飛び勝お疲れ様です。ありがとう、一緒に見てくれて。またちょっとあのこの練習に飽きたりとかしたら配信するかもしれない。うん、またね、バイバイ、ありがとう。